クロリン・ラドチョウはルーマニアの元サッカー選手。ポジションはフォワード。ゲオルゲ・ハジと共に90年代のルーマニアを代表するサッカー選手であり、ヨーロッパの5大リーグ全てでプレーした史上初の選手である。ラドチョウは1985年にディナモブカレストで選手経歴を開始した。当時のディナモの監督ミルセ・アルチェスクは若手育成に実績のある指導者であり、 ラド長が17歳の時にトップチームへと昇格させた。1980年代当時のルーマニア国内は、ステアウアブカレストが前世紀にあり、国内のタイトルを独占していたが、ディナモはこれに対抗できるクラブであった。ディナモでは1988から89シーズンの UEFA カップヴィーナーズカップ準々決勝進出、翌1989から90シーズンには、 UEFA カップビィーナーズカップ準決勝進出、国内ではリーグとカップの2冠に貢献し、ルーマニア国内において著名な選手の一人となった。1990年からはイタリアへ活躍の場を移し、いくつかのクラブチームを渡り歩いた後に、ブレシアカルチョへ移籍すると1992から93シーズンに13得点を記録し、注目を集めた。この活躍により、 翌1993から94シーズンに、強豪の AC ミランへ移籍を果たしたが、選手層の厚いミランでは、出場機会をつかむことができず、リーグ戦7試合に、出場2得点を記録しただけに終わった。1994年からは、スペインの RCD s スパニオールへ移籍。1996年に、イングランドのウエストハムユナイテッド FC へ移籍したが、 翌1997年1月に再び、エスパニョールへ復帰し3シーズンで56試合に出場し19得点を記録した。その後は、フランスの AAS、モナコやドイツの VFB シュトゥットガルトなどを渡り歩いたが、ルーマニア国内やイタリア、スペイン時代のような結果を残すことはできず、2004年に現役を引退した。 ルーマニア代表としては1988年に代表デビューを飾ると、翌1990年の FIFA フフワールドカップイタリア大会代表メンバーに選出され、3試合に出場したが、無得点に終わった。1994年の FIFA フフワールドカップアメリカ大会では、一時リーグ初戦のコロンビア戦で2得点。 準々決勝のスウェーデン戦で2得点の合計4得点を記録した。1996年の u e f a ーロ9 6では1次リーグのスペイン戦で1得点を記録したが、1次リーグ敗退に終わった。ラドチョーはルーマニア代表通算40試合に出場し21得点を記録した。ありがとうございます。